今週のゲストはプロデューサーで映画監督の相原博美さんですリモートでのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします相原さんは1960年生まれビクターエンターテイメントでミュージックビデオとの映像の演出プロデュースを手掛けられた後2009年に退社されコネクツ合同会社を設立監督としてドキュメンタリー映画の制作をされていらっしゃいます え、まずは相原さんの監督作品、音響ハウス、メロディーゴーラウンドについてお伺いしたいんですが。この作品は銀座にあるレコーディングスタジオ音響ハウスのドキュメンタリーなんですけども。なぜレコーディングスタジオを題材にしようとされたんでしょう。そうですね。あの、まあ、僕はもともと、あの、一番最初はあのビクタースタジオのエンジニアだったっていうこともありまして。はい、まあ、そういう裏方をしていたりとか、あとプラス、その。 ちょうどそのまあ一作目で「すきた」っていうあのカメラマンのすきたさんのドキュメンタリーを作ったんですけれどもそれの社にですねまあ昔から知り合いだったその音響ハウスの今の社長の人が見に来てもらってそれであのまあ見た後にちょっと一緒にご飯とか食べた時に「音響ハウスでもなんかそういうの作りたいんだよね」みたいな話があってそれで初めはだから俗に言うあのまあ スタジオの営業ツール的なその PR 映画みたいなものを作ろうみたいな初めは発想だったんですよね、はい、それがやっぱどんどん膨らんでいって、えー、とギタリストの澤橋さんとかエンジニアの飯尾さんとか入っていただくことになった後にじゃあちゃんと曲も一曲作ってなおかつちゃんと曲調で公開できるようにしましょうっていう話でどんどんあの話が大きくなってまとまっていったっていう感じですね。 はい。JW、LoHa's Talk。いやもう手前味噌で恐縮なんですけど、まあ <laughs> マガジンハウスが作った音響ハウスが <laughs>、えー、45年も経っててね、あの世界の音楽シーンでは、えー、まあそれぞれロンドンのなんとかスタジオとか有名ですよね。だけど、えー、あれですかね、あの日本だとあ,あの音響ハウスってど,どのポジションなんですか。 あのー、レコード会社にも各スタジオありますよね。はい、あのソニーだったりビクターだったり。はい、それ以外でこういう独立系のまあインディペンデントのスタジオとしてはあの日本でいうともう本当最高峰に近いスタジオだと思いますね。はあ、はい。それあれですか。その、うん、機材が、えー、最新鋭だということなんですか。そうですね。あのできた当時あのまあ四十五年前っていおっしゃってましたけど時も あの最新鋭だし、いつでもだから一番新しい機材で稼働してますね。<ー>まあだからあの作られたの当時のマガジンハウスの人たちの先見の明があったってことですね。いやーまああの時はね、<laughs> お金が湯水のように湧いてた時なんで、<laughs> いややっぱりあれだね、こうやって話してると金が文化を作るって本当だね。<laughs> まあでもあのせっかくなんであの相原さんのその音響ハウスこのメロディーゴーラウンドっていうのは、例えばこれ見ようとしたら。 えー、どうでで見れるんですかねえっと実はもう東京はほぼ終わっていてちょっとまあ1個やるかやんないかって話はあるんですけれども、はい、あの地方だとちょっとまだあの1つ2つぐらいやってるところがこれ,、まあ、これからも含めてあると思いますので、はい、音響ハウスで検索するとあの映画のホームページが出てきますので。 そこでちょっとあの調べてもらえればきっと,日時とかとか場所ととともちゃんと出てると思いまあ相原さんのえ初監督作品はスキ「スきタ刻まれたアーティストたちの一瞬なんですがこちらミュージシャンを撮影してきたスきタさんのドキュメンタリー映画、えー、とちょっとこのえ初監督作品をちょっと語っていただけますか これも実はあのそもそもあんまり話してないんですがあの監督すするつもりじゃなかったんで本来の仕事は、まあ、あのプロデューサーなんであの一番最初にだからきっかけとしてはですねあの2016年の1月にあのデビッド・ボーイさんが亡くなったんですよね。はいはい、それであそうだボーイが亡くなったスキタさんは、まあ、その前から仕事はあの一緒にしたこともありましたし。 あのスキ田さんお元気ですかねと思ってスキ田さんに連絡を取ったんですよ。はい、でそしたらなんか2月ぐらいにちょっと一回お茶でも飲みましょうみたいな話になってで飲んでいろんな話してるうちにそうだスキ田さんってまあもともと僕のうちの会社っていうかコネクツ含めてあの音楽ものをずっとやっているんで。はい そうだスキ田さんも、まあ、もちろんミュージシャンではないけれども,もうミュージシャン周りをすごいいっぱい撮ってらっしゃるカメラマンで、まあ、ある意味音楽映画のカテゴリーに入るんじゃないかなと思ってスキ田さんにちょっとスキ田さんのドキュメンタリーをやりませんかって提案させていただいたんですよね。はい さんももう,、あのー、もう今80過ぎてますけれども当時ももう80に差し掛かろうっていうところでかなりお年でまあそろそろ自分のものいろんなものをまとめたいと思っていた時期だったりとかしてそれでじゃあやりましょうって話であの制作がスタートしたんですねはい j w n g ロハストーク まあでも今このエンターテインメント業界はコロナ禍で大変で大変な打撃を受けていると思うんですけども、相原さんはその時代時代に変わる中でこう何とか泳ぎ切ってる感じがするんですけど、この映画業界で仕事をしたいと思っている若い人たちに何かアドバイスがありますかね？志がある人へ。<laughs> もうやっぱあのご存知のやっぱ日本のマーケットだけだとやっぱ導入のこうにもならないので。 まずはやっぱあのまあ当然語学とかも勉強しなくちゃいけないしこれからまあきっと中国だったりとかもっとエンターテインメントになってきたりとか。 あととと、まあ、韓国とか本当にいい例だと思うんですよねやっぱり自国の中ではなかなかやっぱ食えないというかそういう時代があるので海外にやっぱ活路を生み出してるっていうのはやっぱそういう意味で言うと韓国の方が一枚やっぱり今の日本よりは上だと思いますんでそれも参考にしてちょっといろいろ世界に羽ばたけるようなクリエーターになっていただけたらと思います。はい、ま音楽だけじゃなくて映画も韓国の方が ってると僕は思うんですけどなす、ね、何がよくなかったんですかね日本のクリエイティブの人たちが世界に出てくときに韓国に負けたのはまあやっぱ一番はやっぱやっぱ昔は例えば黒澤明さんとか溝口さんとか監督とかってその辺は。 海外でもかなりやっぱ評価が高かったと思うんですけれどもその後にやっぱなんか国内需要のやっぱ映画まあ映画で言うとねそういうそのスタンスまあ今でもありますよねその俗にう恋愛映画みたいなその日本でしか受けないような <laughs>、はい、ああいうものばっかりやっぱり量産するような形になってしまったんじゃないかなっていう気がしますけどね。 まあでもそんなあの相原さんはまずあのレコード会社入ったわけですから音楽好きだったと思うんですけどそれでビクターではどんなお仕事をされてたんですかビクタターは最初だからスタジオに入っ まあ、ビクタースタジオでエンジニアをやらせていただいていてその後にはその、まあ、当時あのミュージックビデオとかあといろんな例えばレーザーディスクだ VHD だっていうビデオディスクで出始めた頃にビクターの中でもやっぱ映像をやろうっていう気運が高まってですねそういうセクションがあったんですね、はい、できたんです。でそこにだからちょっと移動させていただいてその後は。 そういうまあ企画ものの映像とプラスミュージックビデオちょうど黎明期でしたんでマイケルジャクソンのスリラーだったとかあの辺の頃だったんであのミュージックビデオをかなりずっとやってますはいじゃあ,あれですよねその音楽がその音から動画になるところをずっと現場で見てきた方だってことですよねそうですねえー、ずっとまあある意味時期が良かったのかもしれませんけれども本当ミュージックビデオ アメリカの MTV とかがあの日本で深夜放送されてるものとか本当にリアルタイムでずっと見てましたね、はい、まあそんな相原さんが社員時代に見出したのが新人の岩井俊二や下山天監督だったってことなんですけども、はい、そういう人を見つけるとかそういうプロデュース的なことが好きなんですかね。 そうですね本来は自分で、まあ、ある意味ちょっと才能がないんじゃない,ないと思ってますんで <laughs> <laughs> あのそしたらやっぱねその才能ある人を見つけて組み合わせるのが面白いんじゃないかなと思ってます。それで当時だから本当ミュージックビデオもそうなんですけれども小室、まあ、あさんもあのお分かりにあの自主映画とかもあったじゃないですか、はい、例えば「長崎俊一だ、えー、森田善光さんだ」とか、はい、そういう。 そういう流れもやっぱあって、なんか新しいやっぱ映像のクリエイターと仕事したいな。まああと同世代ですよね。当時僕もまだ20代前半でしたんで、そういう形で、まあいろんな人を 紹介されたりとかあとちょっと見出したりいろんな例えば映画祭に行ったりとか、まあ、あのピアノ映画祭とかもあったんですけどもそういうところでちょっといろんな面白そうな人を見つけて、うん、本当ミュージックビデオもある意味実験的な場所だったんでそういうところにある意味新人をでこいつやれてって意外と企画が通ったりとかするんですよね。はい、でそれれであのまだ全然売れてない 例えば、いや、瞬時とか、まあ、あと、ちょっと、多少仕事してましたけど、下山店とか。そういうのを、ちょっと、入れて、あの、やったりとかしてましたね。はい。そんな愛原さんは、2009年にビクターを退社し、えー。コネクツ合同会社を設立されたということですけれども。これは、あの、どういう会社なんでしょう。 これはあの基本的にはまあ今までずっとやってきていた音楽映像をやろうと思ってあとまあちょっとインターネットとかもやろうと思ってたんですけども会社でえとまあ当初はやっぱりミュージックビデオ403あれでそれがすごく多かったんですけどもちょうどあのその頃ってご存知のようにあの CD が全然売れなくなってくる時期なんですよね。で配信に移り変わるっていう時期であのそうなるとやっぱ あのミュージックビデオの制作金もかなり下がるんですよ当然のことながら売り上げが下がるとまあ下手したらあのもう4分の1ぐらいになっちゃってやっぱミュージックビデオだけだと今度会社が成立しなくなってくるんですよねでそれで当時やっぱちょっと出始めたあの音楽映画をやろうと思ってそれであのちょうどまあビクターから当時デビューしていたあのクリーパーハイプっていうバンドがあって。 そこにあのやっぱ新人の監督で松井大悟君っていうのがやっぱよく一緒にやっていたんで彼と一緒にだから俗に言うミュージックビデオなんだけどちょっとあのショートストーリーちょっと曲よりも23分長いものを23曲作ったらやっぱすごい評判がよくってでそれをまとめてあの映画にしたものがあるんですけれども、はい、あのそういうところからやっぱ音楽映画とかスタートしましたね。はいジン ハさん実はこの第3弾の、えー、作品制作を始められてる聞いてんですけど今回のテーマはこれはどういう、はい、あの経緯で加藤さんなんなですかねこれもあのつながりって言えばつながりなんですけども実は音響ハウスに高橋幸宏さんが出てらっしゃってそれで。 まあ打ち上げがありまして、ね、その俗にうあの職後試写の後に、はい、その時に加藤さんってやっぱすごく高橋幸宏さんと仲が良かったというかあの、まあ、高橋幸宏さんから見れば、まあ、お兄さんみたいな存在だったんですよね。でそういうこともありもうそろそろもう亡くなって10年以上経つんでなんか加藤さんのことをちょっといろいろ 話したいなみたいな話があったんですよね。なるほど。だったらちょっと、あの、まあ、あの、やってることがずっと僕も音楽映画とかドキュメンタリーなんで。ちょっと加藤さんをやりたいなと思って、いろいろ関係各位に相談して。今、ちょうど取材をしている真っ最中ですね。加藤さんって、あの六本木の自宅にスタジオありましたよね。<laughs> 地下にありましたね。ね地下にね。はい。で、あそこで、なんか、あれですよ。僕、スパゲッティ作ってもらったり。 <laughs> あの加藤さんのファンが聞いたら <laughs> 怒るような反対を受けてただやっぱあれでしたねこの晩年はあのいその今の音楽業界がどんどん変わっていくのにこう嘆いてたっていうかそういうぼやきが多かったな。<laughs> <laughs> まあだけど、やり始めた時はね、はい、あの帰ってきた酔っ払いとかはもうなんかとんでもなかったですしねす,すごいですよね,ねでその後、ねそのままフォークに行くかと思えば、ね、サディスティック・ミカ・バンドでいきなりロック行っちゃうみたいなね、うん、すごい世界ですよね、うん、そ,それでなんかファッションもかっこいいしそれからいちいち飯の食い方もこだわってたし、うんうん、あ、うん まあ僕はあの加藤さんと同じように背の高い影山民代っていう作家と暮らしてたことあるんですけど民代さんとも加藤さんすごい仲良かったんですよね、ええ、そうみたいですねなんか一緒にあのロンドンにロールスロイスを買いに行ったっていう話が、はい、ありますね、ええ、それもほとんど落語みたいなね話で <laughs> <laughs> 僕は2人から聞いてるけど <laughs> まあでも何ていうのかな、まあ、相原さんが育った時代もやっぱり楽しい最高の時ですよねそうですねちょうどだからあ,のある意味まあ,あの僕が語るのもなんですけれども戦後があってようやく復活 こうして文化が芽生えてっていうそういう時期だったと思いますね。はい。やっぱりあれだね。右も左も分かんないで出だらめに新しいことやってる時が一番楽しいんだね。<laughs> <laughs> <laughs> 金のこととかい,いろんなこと考え出すと面白いもできないんだね。うん。当時だって皆さんね、あの加藤さんも含めてみんな20代ですからね。そうだね。J-Wing Lohas t a l この相原さんが見つけたこの音楽ドキュメンタリー番組、えー、映画とかいうジャンルですけど今後はあれですか、えー、どんんな方向でに魅力を感じていらっしゃるんですか、まあ、やっぱこういうものを作るきっかけっていうのはいろいろあったんですけれどもあのなんかやっぱあれですよねその俗入芸能界じゃない人たちが出てきた60年代生から70年代の部分。なるほど あのやっぱ全く整理されてないっていうか、まあ、みんなほんあの今、ね、小倉さんがおっしゃったように、まあ、好き勝手にやってそれがたまたまあの流行ったりとか、はい、文化にそういうふうにあの恋を刺したりとかしてる時代なんですけれどもそういうのがやっぱある意味とあの系統だけって残ってないんですよね。なるほどあのじゃあハッピーエンドがうういうふうに あの結成してどうなったのかとかじゃあ大滝さんは何を思ってやっていたのかとか、うんね、あとまあ関,西、えー、関西でいうと本当はフォークルの加藤さんとかあともうちょっと古い話をするとじゃあ高橋智也さんはどうしたのかとかそういうなんか、あのー、そういうところをちょっとちゃんと検証したアーカイブとして残すことがもしかしたら今後の若い人たちの一つの指針になるのかもしれないなと思っていて。 多少やっぱそういうことにちょっと貢献できればなというふうには思ってます。はい。まあ本当に数々あの思い出が詰まった場所をですねこうやって映画にして若い人に届けるというのは素敵な仕事だと思いますんでぜひまた加藤さんのも期待してます。今日はどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ロハストー